高潔智秀の Go To! 電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財平野の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。おはようございます。ここからは高潔智秀の GoTo 電子地ステーションの時間です。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しています。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。高潔智秀の Go To 電子地ステーション。今月お届けしているのが四日市萬古焼の魅力です。陶芸家熊本英二さんです。熊本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、私ぜひお聞きしたいなというふうに思っているのが、四日市萬古焼の創始者であるのは布波ローザンさんであると、はい、この布波ローザンが作られた作品というものをどういうふうに捉えていらっしゃるんですか。はい、これはね、パンクですね。言い切りますね。もう今から見ると超古典的なことなんですけど、当時から言えばね、こう異国情緒あふれたその文様を器の中に入れる、作る、多分ね、他の人が初めて見た、当時の人がですよ、なんじゃこれはって多分思ったと思うんですよね。布波ローザンのテーマというのは異国同型、海外に思いを馳せるという思いで、卵磁を入れたりとか、そうそうそう、中国のこう赤絵をモチーフにしたり、そうそう、だからまあパンクだし、でそこへ萬古府駅っていうね、まあ、萬古焼の名前の元になった、まあ、印っていうかハンコを押すわけですよ。その萬古府駅っていうのは、まあ、永遠にずっと続くものっていう、そんなん押します、自分で。そうですね、変えてはならないもの、変えなければ生きていけないというか、変えなければこの後も残っていけない、そんな広い意味がある萬古府駅です。長嶋茂雄じゃないんだからさ、永久に不滅ですって自分の作品に押します。パンクですね。パンクだし、結果そのハンコのおかげで萬古焼っていう今の名前になってるわけでしょ。きちんと今も受け継がれてきている、うん、そう。だからそれはいいんだけど、結局ハンコから萬古焼の名前が来てるがゆえにね、萬古って何ですかっていうのがずっとつきまとうんですよ。その伊勢焼きとか桑名焼きとか四日市焼きならまだわかるんだけど、布波ローザンさんがですね、俺は永久に不滅だって押しちゃったがゆえにですね、私たちがずっとその萬古焼の説明を本当に大変でやってるというのが現状なんですよ、正直言うとね。いや、私は萬古焼のその、どういったものが萬古焼だっていうふうに聞かれた時には、精神性で話をしていたんですよ、ただ1ヶ月間お話をお聞きしてるとそれだけではないなと。例えば、土鍋としてのあり方、かやり豚としてのあり方、でそれぞれ急須としてのあり方や熊本先生のようなこの鮮やかな色合い、こういったものを含めてどういった部分かなというふうに思いましたが、新しい解釈としてこの布波ローザンさんの解釈をこのようにお話しいただけたのは、私としてはこう新しい切り口で嬉しいなと思います、ね、ありがとうございます。まあ、私が勝手にね思ってるその布波ローザン王のイメージは、まあ結構アバンギャルド だったんじゃないかなと勝手に思ってるんですよね、はい、そういう意味ではこの後の森幽雪王のピンク、これもアバンギャルドでございませんか。そうなんですよね。だから逆に言うとですね、その萬古焼のそのアバンギャルドをですね、一番
守ってるのは実は私だったりとか言い切りますね。うん、って自分で思ってます。いや、はい、実際にこの作品を拝見する中で、はいはい、やっぱり一本通った芯のあるテーマが、はい、やっぱり熊本先生の中にもあるなというふうに思うんです、はい、それはその金のその絵を、前提にした、はい、どういうふうにこの価値を豊かにさせるか、はい、でそれを華やかにさせるかというような意味も含めて提案されてるなという感じを受けますの で、はい、そうですか、ありがとうございます、まあ、基本的にはオリジナリティですね。自分の他にないもの、自分のデザイン、自分の色をやっぱり貫いていくことがその業界全体もしくはやっぱりこのを維持していく、その歴史を、歴史をって言うと言い過ぎですよね。やっぱり新しいことをやっていくことが伝統を紡いでいく一番のことなんですよねと僕は思ってます。はい、歴史をいかに紡いでいくのかというのは、私も電子ステーションの、取材であったりインタビューの中でいろいろお話を聞きしていく中で10人十色、それぞれあるなというものを感じています、はい、やはり答えがないものですし、で実際にそこの紡いでいこうとするものにまず魅力を感じ、自分自身がそれを体現してそれを次につなげていく、このパワーって相当なものだと思うんです。そうですね、まあ私にねできることなんて本当にもうビビたるもんなんですけども、その萬古焼の急須とかね、そういう伝統をその水月先生とこみたいにそのずっと保っていくっていうのは、それはそれで水月先生のところに頑張っていただいて、で私ができるのは実はもう私に息子はいるんですけど、陶芸には職に就かずお勤めに今行ってるわけですけども、ですから私がやるべきことはやっぱり自分の表現を思いっきりして、でオリジナリティを出し、そしてやっぱりその何ですかね、いいよ、この産業地をに一石を投じるっていうことも一つの伝統を守っていくことなんじゃないかなと思ってやってるんですけど、やはり何事も中途半端になってしまったり、はい、こじんまりしてしまうのは一番良くないんですよね。それですから、自分のねやっぱカラーを前面に出してちょっと金で派手かなとか言われるんですけど、あんまりね人の意見はね参考程度にして、やっぱり自分のカラーを前面に出すようにしてます。はい、清水水月先生の作風というものもやはり突き詰めて発展していただきたいと思いますし、熊本先生の作品も発展していただきたいと、やはりこの横の幅の広さですよね。そうですね、全てこう包み含むこの四日市萬古焼の懐の深さを、やはりそれぞれこう皆さんが一生懸命発信されることでどんどんこう中が密になっていくかなと。そうあってほしいですね、やはり電子地底もそういった思いをですねこう受け止めて、それを多くの方にお届けしたいなというふうに思っていますので、ありがとうございます。こういったイベントもね今後ともぜひこう広くやっていきたいというふうに思っております。先ほど息子さんが継がれないというお話をしましたが、実際に今、広くこう生徒さんを募集して、塾を開いたりそういった活動もされてるんですよね。塾というか陶芸教室なんですけどね、うちは陶芸教室もやっています。でそこで、生徒さんが来て、遠いところはね東京から来てる人もいるんですよ。結構ありますよ、どれぐらいの頻度で来られるんですか。東京から来る人は月に1回ぐらいですかね。それでもすごいですね、もう完全にもう熊本先生に惚れ込んでるんじゃないですか。先生そうですね、自由にうちは作れますので、そこはすごくあれなんじゃないでしょうかね、いいところなのかもしれませんけど、はい、今私この横の幅広さっていうところでお話をこうしていましたけども、その中で私事前のね打ち合わせの中でちょっとこうショッキングだなというふうに思ったのが、陶芸教室を始めたら陶芸家として終わりだなというような発想感もまたあるということをお聞きしまして、これショッキングだなと思ったんです。ぶっちゃけ言うとね、その作品だけで食ってない、食ってけないから陶芸教室やってんでしょみたいな、利底な表現ではありますけど、よくあることなんですけど、当たらずとも遠からずはあります。ただその陶芸教室も出張もそうだし、で自分のものを作るっていうのも、基本的にはその陶芸っていうジャンルの中での、右へ寄り左へ寄りっていう感じで、
自分作家一人で作ってるよりもこうたくさんのねいろんな人たちと出会えるんですよね。陶芸教室とか出張に行くといろんな仕事をしてみえる方、そういう人たちからの情報やら刺激っていうのがまた新しい作品になって、結構ね毎日楽しいですよ、そういう意味で。はい、これまでのその陶芸家の歴史という点でも、はい、この陶芸オンリーで生活している人だけではないですもんね、魯山人含め。そうですね、いや結構ね大学の先生しながら陶芸家っていう人も結構いるし、他の仕事しながら、まあ、陶芸も後でやる、ね、放課後やるとか夜やるとかっていう人でも陶芸家って名乗ってる人いるしね、まあ、基本陶芸家って国家試験じゃないからね、今日から陶芸家やりますって、それで一応陶芸家なんで、要はねその周りがねあの人陶芸家って認めるかどうかっていうことなんですよね。まあ長く自分が陶芸家ですって言えるような風になればいいなと思って、まあおかげさまでもう随分長く私もね陶芸家と名ず、ね、名乗ってき、てますけど、はい。では最後にこの陶芸家熊本英二さんとして、はい、これからこうどういうことをやっていきたいとか、はい、どういう思いをこう強く情熱を傾けていきたいというような思いはありますか？そうですね、先ほども言いましたけど、まあ、うちの工房をね、もう親父も年で、土鍋を作るのをやめまして、でちょっと工房を整理してね少し空間ができたんですよね。でその空間に、まあ、いろんなアーティストっていうか作家が寄って、こう、まあ、今流行りのマルシェみたいなクラフト市みたいな、そういうのもやっていろんな人との交流をしたりでね、最終的にはねやっぱり人間関係なんですね。いろんな人と携わっていくのが一番な幸せのような気がするんですよね。でまあそういう感じでいろんな人とのそのつながりを持ちつつで、情報発信もまあ SNS ですね、今流行りの YouTube を使ったりブログをやらインスタグラムを使って、まあ、自分の発信して、まあ複合的にこうやってねラジオに出させていただいたんですから、まあ、ラジオでもこうやって宣伝して、まあ、いろんな人に僕の作品バンコ焼きを知っていただければなみたいな感じですね。ぜひこの1ヶ月間のトークの中で、はい、熊本先生にまずこう興味を持っていただいて、この先生が作る作品どんなんだろうというふうに検索された方がこう1人でも多く増えてくればまた四日市バンコ焼き自体が発展していくと思いますので、ぜひともはい、よろしくお願いいたします。多くの方にチェックしていただきたいと思います。熊本さんありがとうございました。ありがとうございました。電子地ステーション、そろそろお別れの時間になってきました。1ヶ月間熊本さんありがとうございました。ありがとうございました。来週からパーソナリティやろうかなっていうまさかの番組ジャックですかですとんでもないです。この1ヶ月間四日市番組の魅力をですねこうした形でお届けできたのは私も嬉しいなというふうに思いましたし、この熊本さんのこのアバンギャルドさをですねぜひ多くの方に伝えたいという私の気持ちもありましたので、嬉しい思いで1ヶ月間お届けさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに漢数字の7で電子、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子ステーション公式ホームページをチェックしてください。今お送りしているのは高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と熊本英二でした。それでは素敵な一日を。桜はいつでも丘の上から静かに僕の街を見守る、人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変える。